私の前に身を投げ出す用意をなさってたのね。誰が身を投げ出すんだ。俺はどっか適当なとこに泊まる。一人で留守番してな。ひどい。私を一人にする気？てめえと枕並べて寝るくらいなら野宿した方がマシ。私が怖いの？結局てめえも拳で説得するほかねえようだな。行くぜ！海の男の腕力を甘く見ないでちょうだいね。もう暴れないで。さくら先生。なに、幽霊よけのご婦人。大体の事情は察しておる。今夜はうちに泊まるか。このまま逃げたら負け犬だぜ。よし、今夜勝負つけてやろうじゃねえか。ご不王やふるな。ご不王。ゼーハ、ゼーハ、私って不幸。スライムだもん、ここ